カツラオ村復興交流館アゼリア、カツラオ中学校カツラオ村は、福島県浜通りに位置し、双葉郡に属する村。2011年3月11日に発生した、福島第一原子力発電所事故の影響により、村内全域が警戒区域または、計画的避難区域に指定され、全村民が村外に避難したが、 期間困難区域を除き2016年6月12日に避難指示を解除した。再生可能エネルギーと蓄電池、スマートメーター、電気自動車を組み合わせたスマートコミュニティによる村の再生を目指している。原子力発電所事故後、仮役場を藍津番下町に設置したが、2011年6月15日に仮役場を三春町に移転した。その後、 2016年4月1日より全業務を本来の桂ツ村役場で再開した。阿武隈高地の中にあり、村中心部の標高は約450メートル、最も高い場所にある集落の標高は約700メートルと比較的標高が高い。福島県田村郡三春町に設置された桂尾村立桂尾小学校。 中学校の仮設校舎を視察する文部科学大臣、長瀬博史と文部科学大臣政務官、豊田真由子中学校小学校幼稚園村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 東日本万越東線船引駅。ありがとうございます。